僕はこれはほんまに4年前の俺の意見なんですけど、はい、美容代を国が負担してほしい。ちょっとしょうもない、ちょっとしょうもないじゃないですかね。何度もなるでしょそんなもん、ヒカルさんやったら。いや違う、俺だから世の中に可愛い子が溢れてほしい、綺麗な子が溢れてほしいって思いがあって。なるほどなるほど、あのそっちの方がいいんかなって。でその整形は全然否定じゃないんですよ僕は、はいはいはい、否定じゃないんですけど、それが実はめちゃくちゃブスやった、でも付き合ったらできるんですか。いや、ほんまのブスはほんまに可愛い子になれないんで。あ、そうなん。そこそこ元がいいんです。10が100にはならないんですよ、はい、70が100になるんですけど、10は 1.70 とかなんで、うん、10が100になるっていう前例見せてほしいです。 その前例があるんだったらそれでも俺は納得するかもしれないですけど、そんなことは無理じゃない。骨の顔の形から顔の大きさ、スタイル全部変えないといけないってなってくるんで、確かにちょっとやったら変えるっていうのを変えますけど、大幅に別人ってレベルで変わって成功する人ってほぼいないと思う。ほぼいないか。だからやっぱある程度元が良くないと本当の意味で100点にはならないと思うんですよね。確かにな。